で、こういうふうに練習、テストやっていただいて、はい、また練習モードですね、はいはい、トレーニングモード行っていただけるんですけれども、逆にこっちにしかない利点としては、はい、細かい場所を調節ができるんです。細かいと言いますと、はい、先ほどは1メーター、1.5 メーター、2メーターっていう感じで36箇所だけやっていく形だったんですけど、はい、こちらはカップに対して選択した後にこの白い枠、どこから打つかをちゃんと、そうです、これをちょっと細かく調節ができるので、うん、はい、例えばなんですけれども、今この場所、この場所ですと、あそこにちょっと今データが出てるんですけど、はい、ブレイキングライン、ダウンのフック、はい、下りのフックで 2.7% ですね、傾斜は 2.7%、はい、距離が 1.6 メーター。なるほど、ちょっと微妙な、そうです、先ほど1メーターとかだったのが、そうですね、先ほどだと1メーター、1.5 メーターだったんですけど、1.6 メーター、1.8 メーター、2.3 メーターとかっていう感じで、ちょっと細かい数字で、下りのフックが、はい、できます。もっと右なんだ。 2.7% だからもっと極端に右に打ち出さない。そうですね、なので今のはご自分が合ったラインですし、うん、じゃあどの場所を狙っていくかなと。そんなとこは狙ってない。こっちってこと。はい、こういうイメージです。ジャストの場合ですね。まあジャストですよね、これはもうオーバーしてるから。そうですね、ジャストだと、あとそれがもうちょっと内側だとしても、ね、逆に薄めっていうとこれぐらいのイメージになってきます。うん、いやでもこれでも僕もさ、これでもいやこんなに見てなかったから、見てなかったからさっきは外してるんですよね。こっちに打ち出すラインで、うん、もうちょっとなのか。そうですね。今の位置はもう少し強くても。なのでここもまた先ほどと一緒で動かせるんですね。直線を表示して、じゃあラインの位置を、じゃあ今のとそれの間だから、じゃあこれぐらいのところ狙ってみてくださいとかですね。ちょっと今のタッチに対して、じゃあどれぐらいのラインが一番入りやすいのかなとかっていうのもできますね。こうやって立つと 2.7 メーターっていうか、確かにこんなに傾斜あったら、ゴルフだったら明らかに見た目からしてこうですね。実際やっぱ目の錯覚っていうのもあったりするので、うん、やっぱりここですと向こうから登って下ってってなると、でここが結構下ってるじゃないですか、はい、余計なんか傾斜があるんじゃないかなって感じやすいところ、うん、なんでもうただただ疑心暗鬼。どこっていう、なんでこうイメージ的には2段グリーンのちょうど真上にこうカップが来てる感じのイメージになってくる。これ実際のゴルジョの人は多分みんな怒るやつです。そうですね。うん、大丈夫です。はい。こんだけ何回もやって答えが分かってんのに悔しいね。よくほらゴルフ場で人のライン見たらね入るとか言うけど、ライン分かったって入らないよ。悔しい、はい、あとこれサークルの方でちょっとご説明できなかったんですけども、はい、まあ、この今ちょっと線を出させていただいた、途中で消せる、そうですね、途中で消せる、先ほどのこの直線があったんですけど、はい、この直線を途中でこう切ったラインっていうのが、この、まあ、ボタンを押したらできる、はい、ボタンを押すとできるんですけど、でこれもどっちも動かすことができるので、例えばこちらのボールから出るラインに関しては、じゃあご自分のその打ち出し方向、うん、どっちですね、これをじゃあちょっと自分の打ち出し方向に合わせて、はい、こっちに打つよって、そうですね、だ最初のこう30センチぐらいのイメージを大事に、はい、じゃあそこにしっかり打ち出してスパッと決めていただいて練習で、こっちはもう壁に見立てていただいて、これよりも左に行ったら入らないから、そうですね、はい、この上がこっち側から来るんだぞっていうイメージを作るんですね、これね、これ画面ね見てる方にお伝えしたいけど、ここ向くのって思うからね、これ向くときに。ちなみになんですけど、本当にこんな感じですね。ね、はい、理想のラインだったらこれぐらいです。薄めだったらこれぐらいです、ね、はいはい。薄めをちょっとだから開いてる。そうですね。これ僕のだから癖的にこっちぐらいの距離感、はい、の方が入りやすいかなと。でまあ、強いんだよね、だからね。ね、これだけもうちょっとですね。これだけオーバーするならもっと内側。はい、なんで、それをちょっとずつこうやって調整しながら。でもこれが 2.7 度とか、まあ、この足で感じて、あ、こんな傾斜の時にはこういうイメージなんだ、これだけ曲がるんだっていう、
まあ、一つの一例ですもんね。そうですね、はい、実際のゴルフ場 の, そのまあ芝生だったり、よって同じパーセンテージでも曲がり幅が若干違ったりすると思うので。それもあります。グリーンのスピードによっても変わってきますし、ね、一つこういうところで基準を作って、はい、自分で練習をして、あと家に欲しい幅もこう変えられるので、それこそそこだけレールに乗っけるイメージで、この要は操作方法っていうか使い方をマスターしたら楽しいですね。使い方マスターするそういうことですよね、はい。まあ、なのでご購入いただいた、あ、その導入店さんに関しては、はい、1日教育としてこの使い方でしたりとか、こういう説明はさせていただきながらですよね、はい、やってるので、何かあったらサポートしてるので、はい、何かあればご連絡くださいと。なんで意外とこう難しい部分は、はい、普段ゴルフ場で穴に入ってるのは半分奇跡だね。いやいやいや、なるほどね。まあ、なのでそうですね、どっちかというとこのラインだとやっぱり皆さん合わせていくので、多分そんなにこう強く打たれる方は多くない。これもうこうなっちゃうと難しいから、そっとこう合わせて、うん、そうですね、まあ、入ったらラッキー、入らなかったら、はい、まあ、お先にみたいな、はい、そうですね。逆に言うと多分こういったちょっと上りのラインなんかで、じゃあ少し長めのライン練習しようかなとか。これも上りのフックでしょ。そうですね。でもさっきの下りのフックのところに結局どっかで乗るんだから正直ここすぎると乗ってきますね。ですよね。こっち、いや、こんだけ、いや、でも、2.8 度。そうですね、今ここで 2.8 度ですね。上りのフックで 2.8 度、はい、2.8 です。いや、こんなにフック見てないと思うな、普段。だからフックラインが苦手なんですよね。大丈夫です、ね。そう、なのでご自分の中にこうなかったイメージをここで作り上げていただくって、ね、だって30センチ右に打つイメージはないですよ。でも普段ゴルフ場に行くとこんなに見るのとか多分出てくると思うんですけど、はい、実際やっぱ傾斜が強ければその分見ないといけない。まあ、2.8% もあったらいや、今日この状態では、よし、次のゴルフ行ったらフックライン入る気がするって言えない言えない。こんなにこっち、ここ、そうです。まあでも、ね、こうやったらもうお先ですって言えるし、ね、OK もらえそうな雰囲気ですもんね、はい。で、練習場ではない傾斜です。本番のグリーンでも難しい、速いって言われてるところだったら、そうですね。でもほら、例えば千葉県とかでオークビレッジとか、あとカレドニアンゴルフクラブとか行ったら、きっとこういう傾斜がこう、うねってこうなってるじゃないですか。ですね。実際カップに向かってこう構えた時に、キャディーさんから石井さん、そっちだと池入っちゃいますって言われてこっちですとかって言われたことがあるのでこっち、そうですね、ジャストとしてはこれですね。ちょっと強いとこの辺、はい、強いとこれぐらいです、うん、なので今打ち出したぐらい、はい、はい、ところです。これ 2% で、そうですね、 2% はあるよねっていう感じですよね。で、ここ先ほどショースペースバージョンっていう話はしたんですけど、はい、こういうふうに 3m っていうちょっと長めのパットの練習も、うん、いや、これぐらいのパット練習できれば十分ですよね。十分です、はい。だって5m とか10m だったらもう距離感合わせるだけっていう感じになっちゃうけど、うん、これぐらいはワンチャン入れたいっていう距離ですもんね、うん、そうですね。あとやっぱりこういう練習ができる場所っていうのもやっぱなかなかないので、ない。ゴルフ場に行ったところで、じゃあゴルフ場でこの何パーセントか自分で測んなきゃいけないわけですね。そうですね。傾斜器持ってかないといけない。で、あんまり同じところでずっと打ってると、ほら、芝生が傷むかなとかいろいろ考えますもんね。そうなんです。練習自体もやっぱりこう、ただただまっすぐな練習をずっとやると、やっぱ飽きてくるので。うん、なんか結果論でね、ただただ入った入んないになっちゃうけど、うん、こういうフックラインのターゲットはあっちに向くんだっていうことが自分でこうちゃんとイメージして、ナイスです、うん。いや、だから今こうやってやってるから分かるんですけど、さっき全然ライン分かんないで、はいここ、はいここって言ったら、それ入んないよ。
でも実際ゴルフってその連続じゃないですか。ですよね、はい、実際のグリーンなんて分かってなくて打ってるんですもんね。それを少しでもこういうふうな形でイメージを純粋にトレーニングですよね、はい、これね、できるようになってくると。なのでこういうスライスなんかでも、じゃあ下りのちょっと長めのスライス練習したりとか。これはだからツアーパッドさんのホームページとかを調べたら、まあ、導入されている店舗とかがこう一覧みたいになってるんですね。そうですね、はい、出てますので、そこに行ったらこれと同じこと、まあ、どっちがあるかは別としてできるんですよね、はい、そうですね。料金体系はお店ごとによってちょっと変わってます。もちろんですね、はい、いやでもこれは一回やった方がいいですよ、純粋に自分が楽しい、これこんなに、だってこのストロークの帯はここに向いてるのに、はい、ラインはこっちって言ってるよ。ですね。これは 1.8%。 はい、なので、例えばそうですね、この辺なんかは結構難しかったりします。もうこれを過ぎるとスッと転がってくるんで、ですね、ここまでが全部難しいのに結構難しいですって言われるのがなかなか大変だと思うんですけど、ここまでが結構、こういう時なんかこういう今度は最後の一転が入れていくイメージの練習、あ、本当の本当のジャスト、はい、されていくといいのかもしれないです。ジャスト、チュイ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 、いや、ここまでのラインは多分取って普段パッティングしてないですね。そうですね、あと練習モード中はもうボール何個使ってもらっても大丈夫です、はい、もうひたすらそこから練習するのも一つの、さっきの強かったんだから、お願い止まらないで、それはそれは止まらないでほしい。いや結構僕上手にやったつもりなんだけど、ナイスです。強いんですよ、うん、これ強いんです。そうなんですね。なんでこういうのはもうそこ超えたらもうノーチャンスだぐらいいくんです。こういうのなんかも入れるという、これはもう2パットで、ね、2パットで止めるっていうイメージです、ね、いやむしろあのゆっくりしたボールのスピードで転がるのかしら。よくこれ俗に言うあのカップ見ちゃいけないやつです。こっち見てなきゃいけないんで、ちゃんと勇気を持って、うん、勇気を持ってこっちを見た上であとスピード感だけ。だからポンって打った瞬間さよならなんですよ。ほら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 乗っちゃった、ほら乗っちゃった。まあなかなかこういうのも。そうですね。はい、でこれでこれ返しを、まあ入ったら2パットでよしっていう。うん、あ届かないし。いや戻ってきちゃったし。勝手にダウングリーンですよね。そうですね。でまた帰ってきちゃうの。これは難しいね。この間こんな感じでした。いや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 、はい、まあという具合に、はいはい、あの小スペースなんですけど、すごいですね、はい、こっちはもう細かくいろいろな練習、まあ、そうですね、はい、まあサークルの方だとちゃんと要はぐるっと回ってこれるけど、こっちだとやっぱ一個一個のその細かいラインに対して、まあ、ちゃんとアジャストして、そうですね、まあ、ですのでどっちがいいですよというよりも、はい、まあ、そのお店の、そうですね、はい、これはどっちだからいいってわけじゃない、携帯に合わせてっていう形で、まあ、ご提案できるというところには、うん、はい、まあ、両方あったら最高だよね、両方あったら最高です ね、はい、両方あったらもう、で基本的にも一人用の練習機材という形になるので、そうですね、はい、特にテストやってる最中なんか周りに誰も入らないので、はい、まあ、練習モード中は別に入ってもらっても全然大丈夫なんですけど、はい、例えばじゃあこのカップ練習してる方がいたとして、はい、じゃあ反対側からそっちのカップ狙って普通に練習してもらう分には全然問題はないんですけど、いやテストをした時はもうその一人がやらないと機械が反応しちゃうわけですね、はい、先ほど言ったそのカメラをボールを追跡してる、はい、ちょっと影響でその他のものが入ってしまうとちょっとそういったエラーが、なるほど、はい、いやこれは勉強になりましたという形のものがすごくすと、はい、いうものですね。このまあこれだけのサインの数を見ていただければ、どれだけツアープロがパターを練習、まあ、ね、確認しに来てるかということですよね。いろんな方が来て、なんだかんだで、開業したのは去年の6月なんですけど、まあ、ちょうど1年半で200名ぐらいの方が、はい、来ていて、さっき池田裕太プロのサインもありましたし、そうですね、はい、上田桃子プロのサインもありましたし、そうですね、はい、
うちのアンバサダーがキム・ヒョンソンっていう、はいはい、プロなので、そのつながりで来ていただいたりもありますし、あとその口コミで来ていただいたり。もしかしたら日本ハムファイターズ、そうですね。プロ野球選手がいたんです。選手も来ていただいて、はい。あとはソン・ヨンハンプロとかは、うちの仲いい。大変勉強になりました、はい、というのがボックスというバージョンになります、はい。